スレイ、まだ寝ないのか？ああ、ちょっと街を見たくなって。静かだから逆に歴史の重みが感じられるね。アスガード流星期から続くことならではだ。今更だけど思うよ、本で読んでた街にいるんだなって。古代の旅人なら血を捧げるところかもしれないな。しかペンドラゴ、夜の景色もいい感じ。スレイ、今のはあれだけど練習しなきゃ上手くならないだろ。なんだ今の声は。うるさいわよミクリオ。僕じゃない、とにかく外だよ。今の方向はまさかかのもの。わからない、あの領域は感じないけど。まさか奴か。ヒゲ猫じゃなくてトラ猫。赤はね、なんて方向だ。あれはトラブシ、きっとコブリューの使い手ですわ。終わらせる、釘を吠えろ。大人登場だ。使い手さあ、ね、デリラ、やめて。見切れた。赤はよく見覚えし、防御に乗せ下がって。なんで分かんない。進化ついえる見守る僕を水で行くぞ。続けていくぞ。熱波を封じ、一気に畳みかける。返す我が日の戦士。続けていくぞ。目覚める風神連絡。治療連絡。その武器、俺にも使えるかな。やってみな。武器に遊ばれるのがオチだ。トラ猫がデブ猫に。まあ、失礼なお嬢さんね。せめてぽっちゃりさんと言って。ごめん。ハズレか。紛らわしい。もしやムルジム様？ええ、そうよ。有名人？一匹狼、いえ、一匹猫の恋天族で強い加護の力を持つと聞いています。私としたことが、みっともない姿を見せちゃったわね。この町は人間の欲望で溢れているわ。気に病むことないと思うけど。いいえ。償わせて。どうし、この町に加護をもたらす天族を探しているのでしょ。でもこの町は。ペンドラゴは大都会だ。汚れを消し去ることは不可能だし、教会も権力と結びついている。でもそれは真剣に救いを求める声が多いってことでもあるわ。困り果てて天族にすがってるだけだ。純粋な願いには違いないでしょ。
加護を維持していくことはできるわ。それでもまた氷魔になってしまうかもしれない。私考えがあるの。教会の権威を利用してみようと思うのよ。人間の捧げる祈りを自分で選別しようというのか。したたかね。私は考えさせられたのよ、加護がどうあるべきかを。なんかあったの？祈りを単純に受け入れて加護を与えるだけでは誰のためにもならないってことよ。小難しいこと。人との共生のためには天族もいろいろ注意するのは当然なのよ。そっか、その天族も気づいてくれてるといいね。あら、勘のいい子ね。え、本人のことじゃないのか。別の人のことでしょ。ほんと、気づいてくれていればいいんだけど。お考えはわかりました。適切な器をお探ししますわ。教会神殿の碑文はまだ無事？あれなら信者といい距離が取れると思うんだけど。無事だよ。お願いします、ムルジムさん。ドシさん、いろいろ言ったけど人を信じてないわけじゃないのよ。人も天族もそれぞれわきまえなきゃならないことがある。そう、お互いにね。なかなかのね、人物だね、ムルジムは。だよね、見た目はで、ぽっちゃりだけど。汚れ、祈り、祀られること、加護を与えること、私たち天族ももっと人との関わり方を考えるべきですわね、ムルジム様のように。もちろん俺たち人間もそういう努力の先にあるんだと思う、人と天族が共存する道が。けどそんなムルジムですら氷魔になった。現実は過酷よ。言い方も過酷だな。現実を見ずに理想を語るな、でしょ。ああ、このペンドラゴにムルジムが対処できないほどの汚れが溢れた。それは忘れちゃいけない。なんか訳があったのかもだね、汚れがすっごく溢れたのも。そうですわね。任せきりにせず、僕らも時々様子を見よう。だな。